演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ファミリーマートのファミマデータにシンクリームみたいなパン、ダブルクリームを食べたいと思います。確かにこのシワシワってくるシューゼリーっぽいですね。なんか山田出演さんの前にこんなパン出してみたいなっていうのを見たまで使います。で、こちらなので今日はこちらファミリーマートのファミマスイーツシュークリームのたっぷりクリームのダブルシューと食べ比べてみたいと思います。ただしダブルクリームの今日は以前メニューしていますので感想はこちらだけになります。それでは、まずは確かに変わった感じちょっと違いますね。中身は、はい、美味しそうなダブルクリームではいただきます。確かにシュー生地に置いてかかっているので食感は通常のパンよりもちょっと歯ごたえのある感じもあるのですが、ちょっと皮の部分だけですね、あくまで。で、中のクリームもそれほどたっぷり入っているわけではないので、シュークリームというよりはクリームパンの品種として考えた方がいいかもしれません。やっぱり本格的になるとダブルクリームシューの方がクリームも多いですし、そこらの食感もしっかりしていて、どうしてもシュークリームというふうに比べると本源にはまさに劣りますね。なのでクリームパンの品種として楽しむのがいいと思います、というわけでこちらも点数とさせていただき、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。